彫刻刀右から順に、平刀、三角刀、丸、丸、小刀、水、右行、極三角、砥石彫刻刀は、彫刻、版画、などの比較的微細な木材切削を行うための刃物。木彫や決め込み細工に用いられる。日本の伝統的なものは、鋼と地金もある。通常、刀身は直線状の木製の柄に取り付けられている。 図工の教材用として市販されているものは形状の異なる4から7本ほどがセットになっていることが多い。葉を研ぐための砥石が付属していることもある。彫刻刀には幅広い用途に適合するように非常に多くの種類がある。代表的な種類に丸刀、小丸刀、三角刀、平刀、切り出し刀などがある。刃先の形状による分類は次のようになる。 溝を掘る、様子掘りに進む前に図案に沿って彫刻刀の切り出し刀を使って引いた切り込みを仕切るといい。そこから各種の彫刻刀を使ってやげん掘り、片切れ掘り、ひしあ合掘り、かまぼこ掘りなどの掘りを行う。彫刻刀には伝導式のものもある。代表的なものとして通常の彫刻刀と同じ刃先を細かく振動させて掘るものが挙げられる。刃先は ドリルのチャックのような部品で加えられており、様々な形状の刃先に交換が可能である。現在は様々なメーカーから発売されているが、その大元となった彫刻機は東京オートマック株式会社が開発したものである。ABCD 美術の道具箱海流堂2021年2月17日閲覧ありがとうございます。